劇場の機材トラブルとかでね、なくなってたみたいですけど、私はちょっと別のお仕事がありまして、はい、今日は収録に行っておったんでございますけれども、そんなわけでね、お家に帰ってきて配信をしています。カーテンと服の色が奇跡的に、そう、優しい、目に優しい色でやらせてもらってます。ちなみにスマホカバーもこの色でやってます。ちょうど角文の連載読んでました。そう、あの角川さんのね、ブログを書かせていただいてまして、私の小説を書くぞというのを詳細に書いてるブログですので、ぜひツイッターで告知してますので、そちらも読んでください。はい、そんなわけでもうね、明日までに、明日中に終わらせないといけないという危機的状況なんですけれども、なかなか進んでない。そして明日もね、ちょっとお仕事があって多分あんまりできないということで、今日は頑張ろうと思っています。かなちゃんのお話し会、先ほど申し込みしました。ありがとうございます。今ね、オンラインお話し会とリアルお話し会も受付中ですので、ぜひぜひよろしくお願いします。オンラインお話し会はね、まあ、10月1日から始まるんですけれども、その最初のね、10月1日とか2日とかにお会いできたら嬉しいなと思いますし、リアルお話し会がね、11月5日と6日にあるんですけど、そっちもね、ちょっと誰か来てくれるかなと不安で待ってますので、もしよかったら来てくださいはい、まあそんな話は さておきと言いますか、そうね、もう9月にも入りましたしね、皆さん、はい、9月も頑張っていこうと思います。ちょっとね、なんとかはい、進めていこうと思います。今日はでもね、ちょっとまあ最初の方は1時間ぐらい配信して、あとは自分で頑張ろうかなと思って、ちょっと明日のねお仕事の準備なんかもしなきゃいけないので、1時間ぐらいでやろうと思います。最悪明日も徹夜でね頑張ればいいかなっていうような良くない感じの発想になってきてます。だんだんあの宿題に追われてる学生の頃を思い出しましたね。思い出してます。ちょっと直したいとこが無限に出てくるんですけれども、今はね、もうとにかく指摘されているところをまずは確認していこうかなと思います。はい、皆さんもまあもしね、なんか作業やらする方がいらっしゃったら、これを見ながらやってもろて、別に何もなかったらゴロゴロしながら見てください。さて、頑張ります。
取る取る、これも取る、だいぶね、その業界用語的な用語をね、書くのも慣れてきて、今ドヤ顔で小説に、原稿にね、用語を書き込んでますちょっと最初はね、ほんまにこれで使い方合ってんのかなとか思いながら原稿を修正してたんですけどだんだんちゃんとやるようになってます。今日はめちゃくちゃ真剣モードですね。前もいつも真剣なんですけど、締め切りにね、ギリギリになるとやべえってさすがになるけれども、修正テープどこあったかなって探してます。今どこあったかな、あれさっき使うなと思ってどっかにあったんですけど、どっか行きましたね。あ、見つけましたあれあれやわ、文房具すぐなくす。ボールペンとかね、めっちゃしょっちゅうなくしたり落としたりしちゃうんですよね。なんか特に私とか結構ボールペン、レッスン、あれダンスのレッスンの時とかも立ち位置表に書き込んだりするので使うから、踊ってる間にあれどこやったかなとかしょっちゅうあるし、レッスン上に置いてあるペンはもうみんなが人のやつを自由に使いまくってますね。その辺に置いてあるペンは使っていいみたいな空気があって、
私のペンなくなったって思ったら違う子使ってたりとか違うなんかこうマネージャーさんが持っててあれそれ私のペンじゃないですかみたいななったりっていうねあの不思議な空間ですね。データじゃなくて紙でやるのね。そうですね、紙の方がやりやすくて便利ですね。あの自分の16人とか40人とかが一面に書いてあったりするんで自分の丸つけないと自分がどこかすぐ見失っちゃうんでね、紙の方が楽ですね。あと動画見ながら立ち位置や確認とかもしやすいしね。雰囲気を雰囲気っていうタイプの人なんか気になっちゃうんですよね。雰囲気どっちでもいいんですけど、一旦ってなんかちょっと続けて書きすぎて変な感じになった。一旦って感じ縦に書いたらめっちゃ気持ち悪くなるわ、なんか違う感じみたい。「めちゃくちゃ雨降ってます外は」変な天気ですよね最近。台風来ると思ったら来へんかって、来へんと思ったら次ね来たりとか。そうなんか渡るみたいな違う感じに見えちゃう。リアルお話が応募したよ。わあ、ありがとうございます。じゃあリアルでお会いできるの楽しみにお待ちしてます。この修正が大して正しいのかどうか分からんけど、
雨降ってる方が集中できるんじゃない？それはある。でもなんか、言葉が出てこないですね。あとそのそこの様子をもっと細かく書きたいんですけど、なんて書いたらいいか分かんなくて。いやでも一回とちょっと手を止めずに止まっちゃうともう一ライブでも4分の1ぐらいめっちゃあるやん余計に大事やから悩むことも多いとは思うんですけど、取る秋 1W 秋。エアコンが鳴った。なんかエアコン定期的にポーンって言うんですけど、何のやろ。9月末ってどんな温度やったっけ。
月末って暑かったり涼しかったりするよな。1日ごとのデータが全部残ってるから、最高気温と最低気温と天気まで残ってるからめちゃくちゃ分かりやすいよ。あ、でも9月でも30度あるんか。そうやな、昔はもっと日によるな。30度の日もあれば21度の日もあったり、最近今日はまだ涼しいよね。前半でも21度の日とかあるんやな、最高気温が。ついでに9月の日の入りの時間も調べましょう。もうやたらなんか温度とさ、日が沈む時間に詳しくなりそう。5時半か、結構早いな。肘痛。東京と大阪ではまた違ったりするしね。何、自分の漢字の書けなくなりすぎてるのに怖くなります。この書き足した分入れ替えってどう書けばいいんやろ。入れ替え、なんか正しく書くのもそうやけど、ちょっとごちゃごちゃしすぎちゃうからな。 S 字みたいに書き入れ替えればいいんですけど、長文すぎる。ちょっと何か分かんないんですけど、構成のねこの記号でなんか全部取るとか全部カタカナなんですよね。多分いっぱい書くから楽するというか楽なために言うと思うんですけど、
小説の中に出てきたちょっと楽曲、実在する楽曲がの綴りが大文字と小文字と違うかったんで修正されてました。今執筆のね構成というのをやってて、これを明日まあ送るんですけど、それまた帰ってきてもう一回同じ直しがあるんですよね。最悪今ちょっと直しきれないというか、ちょっともうちょっと直したいけど時間ないってとこはその2回目の時にやってもいいのかなとか、なんかその辺もねよくわかんないんで、そこでできるならね一番いいんですけど、あと30ページありますね、直すところ、うん、
森先生オンライン投げたけど当たるか、当たる当たる、全然当たる、パイプ数あるから。ありがとうございます。見られてる感じしてるのかな、あんまないけど、なんかいや、そんなね、あの黙ってる配信をみんな見てると思ってないんで、ただただなんか動画回してる感覚本当にこんなね配信したいっていうのもなんですけど、全然見なくて大丈夫なんで、あのすぐ なよこいつって思いながらすぐ閉じてくれても大丈夫です。でもね、ほんと見てくださってるのはめちゃくちゃ嬉しいんで、ありがとうございます。今どんぐらい、あと30ページぐらいですねどんぐらいやねんっていう。ああ、なんか見づらくなっちゃって申し訳ない一番クライマックス的な、なんかところですね。
ゲームしたい。検討部もつかず。本読みたい。でもなんか雨の音とかあるとちょっとはかどるな。やっぱなんかちょうど BGM に、ね、心地よくていいですね。結構なんか普段電車なんかまあ新幹線とか乗ってる時とか毒屋でぼーっとしてる時とかに雨の音って調べて聞いたりしてることも多いんで好きですね。川のせせらぎとかも好き。
書いた文がもう全部嫌になってくるんですよね。こうなると、
1時間ぐらい経ちましたかね。こんばんは。今ね、こうアイドル失格という小説を執筆っていうか、まあ、構成というね作業をしている様子を垂れ流すという謎の配信をしておりましたけれども、一旦配信はね終わろうかなと思います。いやー、腰が痛くなりますわ。家にね、私の部屋に学習机とかないんで、このなんていうんですか、これぐらいの高さのテーブルでねずっとやってるんで、地味にこの配信好き、そう言ってもらえるとね嬉しいです。まあでもちょっとこっからはなんか独り言出しながらやりたい時もあるじゃないですか、ブツブツちょっと読み上げながらやりたいなみたいな時もあったりするので、もう本当にねあと明日までもう少しの時間頑張りたいなと思います。小説出来上がり楽しみにしてます。ありがとうございます。そしてね、まあいろいろ番組とかね出させていただいたりもしておりますので、ぜひぜひそちらもチェックしていただけたらなと思います。あと少し頑張れ、ありがとうございます、頑張ります。そしてそしてオンラインお話し会、そしてリアルお話し会が絶賛受付中でございます。明日のお昼12時までなんですけれども、まあね結構部数も多くってですね、一番多い部数で参加させていただいてまして、皆さんにも来ていただけたらなと思います。はい、追加分投げる、ありがとうございます。リアルお話し会、オンラインお話し会、リアルお話し会はね大阪でしかないんですけど、11月5日と6日ね、なんか結構ねこのお話し会とか募集してる間はまあ結構とかめちゃくちゃ不安になってしまってね、こっちにね見えるものってソールドアウトしたところしか分かんないので、今のところね本当に誰か来てくださる、みんな来てくれるんかな、ガラガラにならへんかなとかそわそわしてはいるんですけど、でもそうやってね楽しみですとか行くよって言っていただけるととても励みになりますし、ぜひぜひ来ていただけたらと思います。まあ迷ったらね一旦来てみてくださいお待ちしてますね。なんかまた話し会のね、なんかやろうとは思ってるんですけど今のところぜひぜひまあ来てもらえたらなと思いますちょっと歯切れ悪いわ、ちょっと頭がねなんかいろんなとちょっといろいろ回ってないんですけどすいません、ぜひぜひ。はい、そんなわけで小説の最後までね書き上げれるように頑張りますので、ぜひ11月に発売する小説も楽しみにしていてください。それでは、あ、確かにショートカットになってから初めてのお話し会ですね、ぜひ生ショートカット阿部若菜も見に来てください頑張ります。本当に見守ってくださったりねありがとうございました。ちょっとランキングだけ読ませていただきます。13位から、あっちさん、いっしーさん、えじさん、大魚さん、茶太郎さん、チキンナンバさん、おだちゃまめさん、しんしぐさん、アルダさん、ひさおさん、うすいげてるとさん、奈良のあさぽんさん、のぶ太郎さん、ありがとうございます。わけで皆様ありがとうございました。
良い夜をお過ごしください。またね、バイバーイ。